になっちゃったので明後日までどこにも出かけられないのでせっかくだったら自宅療養中 Vlog を撮ろうかなということで動画を回してます。で、今日朝にベーグルを食べたんですけどちょっとベーグルの話をしようかなって思います。私買ったやつベーグル専門店のやつなんですけど3割引きになっとって買ったんですよ。ベーグルヘルシーってイメージめっちゃあるじゃないですか。これも超ヘルシーで卵と牛乳を使ってないって書いてたんですよ。でベーグルがヘルシーな理由は蒸してるからドーナツって揚げたりしてるし砂糖めっちゃ入ってるけどベーグルは砂糖ちょっと入ってるんですけど蒸してるからヘルシーになってます。でしかもこれ添加物も入ってなくて原材料が小麦粉、砂糖、パン酵母、小麦タンパク、食塩だけ。こんな感じでなんかこれもよくどうやってなんかその添加物とか見分けるんですかって聞かれるんですけどこれ見えます？これ何もスラッシュ入ってないじゃないですか。でコンビニとか買ってもらって裏見てもらったらこの後にスラッシュが入っててその後になんかわけわかんないカタカナの化学物質の名前みたいなのがバーって書いてるんですけどそれは全部添加物です。で書いてる順番がこれ多い方がいっぱい入ってるやつ入ってるのが多いもん順にこれ書かれてます。だから、まあ、ベーグルなんで小麦粉が一番使われてますよっていう感じになってます。なんか小麦体に悪いとかってよく言われると思うんですけどなんか別に絶対ダメっていうわけじゃないけどなんか小麦を食べると腸にバーって張り付いて消化吸収をちょっと悪くしちゃったりするしなんか日本人小麦あんまり合わないらしいんですよね。だからあんまり良くないって言われたり肌も荒れやすくなったりするんで食べ過ぎは要注意っていう感じでも結構なんか筋トレしてる人小麦粉パスタとか食べる人多くてで小麦ってタンパク質が結構含まれてるんでいいんですよね。このベーグルもこれ1個で炭水化物が 45g なんでまあまあまあそんな多すぎず少なすぎずっていう感じ。タンパク質がこれ1個だけで 9g も入ってるからタンパク質 9g 取ろうと思ったら卵1個でも足らないぐらい卵1個でもタンパク質って 6g とか 7g ぐらいなんでめちゃめちゃ優秀だからなんだろうパスタとかピザとかは調理法によったらカルボナーラとかだと脂質もプラスでオン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 でカロリー爆弾になっちゃうこともあるんですけどノンオイルのパスタとかノンオイルのツナの和風パスタとか明太子パスタとかは結構ヘルシーだったりするのでもし外食でどうしてもパスタ屋さんに友達と行かないといけなくなっちゃったみたいな時はそういうノンオイル系のやつを選んだり調整とかしてもらったらいいかなって思います。だからなんか全部小麦は悪だって思わずにまあなんか自分が食べたい時に食べたらストレスフリーに楽しく美味しく食べながら健康維持だったり体型維持だったりダイエットとかられるかなって思います。ということでちょっと今日の朝ごはん紹介でした。私が朝ごはんで気をつけてるのはタンパク質は 10g ぐらいは摂りたいなっていうのと脂質もちゃんと 10g ぐらいは摂りたいなと思ってるので私は毎日ナッツを 10g 食べてるんですけどナッツ 10g で脂質が 5g ぐらい
でも私それプラスでヨーグルトを食べてたり、ヨーグルトも 2g ぐらい脂質があって、豆乳飲んでるんで豆乳も脂質 2g ぐらいで、全部トータルで朝に脂質を 10g ぐらい取るようには意識してます。で、まあ、コロナでどこにも外に出かけられないので、ちょっとお部屋を整理したりとかしていきたいなって思ってます。さっき買ったものの購入品紹介をしていこうと思います。まずダイソーでこのフラワーベースと造花を買いました。これはずっとインスタで見てて欲しいなって思ってたんですよ。これちょっと高いやつとかじゃなくて普通に100円ですごい可愛くないですか？韓国っぽい。で、私は生きたお花は枯らしちゃうんで造花を買いました。これはテグスとかパーツ系を入れるものになるかなと思います。あと糊とかかな、糊とかそういう細々したものを入れます。あともう一個は、これ多分もう一個買うかなって思ってるんですけど、収納コンテナボックス。大きさがすごいちょうどいいし、私なんか透明の中見えるやつがあんまり好きじゃないので、こんな感じで中ボンボン入れれるんで、ここにはがきサイズのポスターとかこういう大きさのやつをボンって、あ、ぴったりだ、ちょっとこうやって入れていこうかなと思います。次、こちらですね、私のオタクのグッズなんですけど、私はクロミちゃんがすごい好き で、このサンリオのトレカケースずっと欲しかったんですけど、クロミちゃんのグレーの感じの色があんまり好きじゃなくてずっと買ってなくて、でもやっぱこのサンリオのケース持ってる子すごい多いから可愛いなってずっと思ったんです。で、もうなんかキャラクターとかいいや、可愛いの買っちゃえということで、ポムポムプリンちゃんと普通にマイメロ王道を買いました。で、今哺乳瓶のやつ出てるの知ってます？それを本当は買いに行く予定だったんだけど、実物見たら普通にこっちの元々あるやつの方が可愛かったんでこっちを買いました。ここからはなんかちょっと普通のもので、無印に行ったんですけど、私なんか学生の時にモデルウォーキング習ってた時に、自分の感情をノートに書き出すとか、自分の将来をすごい書くとか、感情を書くみたいな作業をしてたんですよ。でも大人になってからそんなのをあんまりしなくなって、でそのせいなのか結構考えがぐちゃぐちゃになっちゃったり、どうしたらいいか分かんないみたいなことが多くなったんで、あ、ちょっとこれはまたこういうのをやった方がいいんじゃないかなと思って、無印でバインダーとルーズリーフを買いました。ここにいろいろカキカキしていきたいなっていうのと、スケジュール帳も使わなくなっちゃったんで、紙のスケジュール帳とデジタルを両方使うといいってよく私の好きな YouTuber の方とかが言うので、紙のスケジュール帳も買いました。あとはなんか適当に、私はちょっと韓国語を勉強してるんですけど、ノートがなくなったんで韓国語勉強用のノートです。これも印で買いました。最後はちょっと気になって試して買ってみたものなんですけど、サルーの LED 付き Bluetooth スピーカー。なんでこれを買ったかっていうと、私めちゃめちゃ間接照明が欲しくて、でせっかくだったらスピーカー付きめっちゃいいやんと思って、でシーンで見てたんだけど、なんかあんまり今にピンってくるのがなくて、でもサルーに行ったら、なんとこれ調光モードが3種類も付いてて、音楽聴けてライトがあって1500円ぐらいで、めっちゃコスパイやんってなったんで、この子試しに買ってみました。シーンはね半額ぐらいだったんですけど、多分調光モードがないから、これはすごいいいんじゃないかなって思って期待してます。後でまた使ってみますね。後で最近買ったものたちでした。本当に何もすることがないので困りますね。なんか YouTube 見たりとかドラマ見たりとかして過ごしてるんですけど、重症じゃないんで運動できなくないけど、でも筋トレすると多分しんどいだろうなぐらいのテンション感だから難しいんですよね。どんな感じでお部屋に置いているのかっていうのをちょっと紹介しようと思います。ダイソーのお花造花とフラワーベースはめちゃめちゃ良かったです。これはすごく良かったです。とりあえず物をボンボン入れて、ちょっとでも生活感なくそうと思ったので、トレカもすごいいい感じに押しが入ったので、ちょっとまたライブがあるので一緒にお出かけします。こ
これはすごい良かったです。こんな感じでライトも調節できるし、音もそんなに悪くないです。全然購入品とかじゃないんですけど、鏡の上にねねちゃんを置いてみました。かわいい、ね、オートミールの気分だったんで、オートミールでキムチ雑炊を作って、これは作り置きしてた大根の適当に作った煮物です。いただきます。サバが入ってるので、サバと卵で脂質を取ってます。なのでこれごま油は入れずに、代わりにごまを振りかけてます。私は今日サバ缶でやったんですけど、ノンオイルのツナ缶でやっても美味しいです。サバ缶の煮汁とかツナ缶の汁も一緒に入れてあげると、煮汁の出汁も出るのでめちゃめちゃ美味しくなります。キムチは 30g ぐらい1回でよく使います。でないと結構キムチすごい体にいいんですけど、塩分多くなっちゃうから、私は1回 30g ぐらい使ってます。ちょうどいい量だと思う。納豆とかと混ぜしたらちょうどいいぐらいですね。もしなんか塩分気になるなとか、キムチ1回どんぐらい食べたらいいかなっていう人は 30g ぐらいを目安にしてもらうといいです。今日サバ缶は 40g 使いました。 40g で脂質 7g ぐらいで、卵も1個で 7g ぐらいなんで、1食 15g 以下ぐらいだから、これもちょうどいいですね。1食 15g 以下ぐらいに抑えたり、 15g ぐらいにすると脂質が1日45ぐらいになるから、ダイエット中とかだったらちょうどいいんじゃないかなって私は思ってます。
ー。